れたな。世界を終わらせに来たぜ。世界よ、炎に包まれて滅んじまいな。本当の力見せてあげる。火は熟した。与えよう、滅びという名の救済を。この宇宙を終焉の時より救済する。それが私の使命だ。因果の果てでお前を待っている。我が名はベルゼブ、魔界の王にして世界の破壊者である。良い子にはとっておきのプレゼントあげちゃうぞ。聖夜のワルツはあなたと共に、愛しき騎士たちよ、おいしいケーキを召し上がれ。欲しいものは何じゃ。よい、言うてみよう。聖夜に響け、あたしのキラキラ星変装曲。人間の間に生まれた私の名前。赤い月の名のもとに、古きこの世界に終末を。でもアニマと呼ばれる前に、私は本当の自分に出会うことができた。友達に勇気をもらったから、人間もモンスターも守りたい。私はいつも一緒にいます。悲しい時も寂しい時も悩んでる時も。モンスターストライクに君臨する最強にして最大の敵、爆絶。その力を宿した爆絶級の高校生たち、それぞれの思いを胸にストライカーの前に立ちはだかる。ゲームで俺に勝てるつもりか。不老不死の霊薬、あなたに見つけられるかしら。
私の推理から逃さんぞ。予告通り黄金は全ていただいた。来ちゃう？ねえ来ちゃう？私の描いた約束の地に。そして幕を開けた新たなる爆絶終末。世界よ、炎に包まれて滅んじまいな。急がないと大地はどんどん崩壊していくよ。天の裁きは下された。絶望を抱いて滅ぶ。極限の戦いに挑め。モンスト PV 解説。第2弾ですよね。第2弾ですね。好評につきできるということで。いやこれがね、ほんとテンション上がるやつですからね。ね、はい、今回ももうたくさん、うん、あいろいろね見たい、見ていきましょう。まあ、年末年始とかもね、はい、ありましたからね、うん、1個ずつ見ていきたいと思います。1個ずつ見ていきましょう。まずはこちら、ラグナロクの PV ご覧ください。どうぞ。はい、ということでですね、うん、爆絶シリーズ3週目ということで、はい、ラスボス感が欲しいっていう指示があったらしいですね、うん、おー、なるほど、うん、で、武器を持たず自分の肉体で戦う力強さ、うん、はいはいはい、拳でね、はいはいはい、を出すために一つ一つの動きを重々しい雰囲気で制作したと。おー、ということでなんかズンって感じでしょうね。ズンって感じですね。はい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 。制作者の感想としては、うん、この拳一つであらゆる天変地異を起こして、恐ろしいけどかっこいいキャラクターですよね。あー、なるほど。このドゥンがね、ドゥンってやつね。あそこのところが一番多分こだわってる、重々しいところですよね。はい、ですね。なるほど。でございます。はい、続いてダッキの PV、はい、こちらでございます。こちらは、はい、ダッキのモチーフであるコンパクやキツネを使って、うん、お祭りのようなイメージで制作しましたと。おー、確かに、うん、楽曲のメロディーやタイミングに合わせて映像を作っていったと、うん、確かに。で、曲もね、かっこいい感じなので、うん、ぜひ注目していただき。いや、本当に曲がいい。いいよね。曲がいいし、なんかこう、可愛さとなんかこうね、うんうんうん、ちょうどいいラインのなんか、なんですか、妖艶な感じというか、わかるわかる。なんかね、すごいいいですよね、あれ。なんかあの、ちょっと中国、台湾っぽい雰囲気を、そうですね、民族系な感じを醸しつつも。あれ、何の楽器なんだろう。何の楽器なのかちょっと僕わかんないですけど。いや、もう気になるね。かわいい。ダッキも可愛いし、可愛いですね。本当感動しましたね。はい、続いては劇場主催限定キャラミロクの PV、 こちら行きたいと思います。こちらはですね、進化のシーンは、うん、ミロクが登場する様子をダイナミックに見せるために背景のビル街を立体的に表現したと。で、この前半の楽曲ですね、はい、スタジオ内のサウンドクリエイターさんご本人の歌声も入れていただいて、渾身の一曲と。それ気になる。え、気づいてなかった。ちょっと後でゆっくり聞きましょうか。そうですね。で、音も注目したいですね、うん、で、神化のシーンはミロクの滅びという救済から打って変わって、慈悲の心を持った安らかなミロクのイメージを背景の光や音楽で表現していると。なるほど。冒頭のテキストデザインなどもミロクの持つ剣にあしらわれた模様を使用するなど、うんうん、細部もミロクの世界観に合わせてこだわっているので注目してほしいと。おー、それはこだわりが強いな。これちょっと見てみます。見てみましょう。まず最初はテキストデザインからですよね。そうですね。木は熟した。この、あ、文字に入ってる感じが。なるほどなるほど。わ、これすごいよね。なるほどなるほど。この宇宙を今歌ってた。今のへーっていうのが、それが私の使命。そういうことなんですね。あれ、ここは確かに、確かにさっきの曲とは打って変わってですもんね。ほんと慈悲って感じの。お前を待っている。はあ、ってか、あんな歌声の人いたんだっていう、そう、そこに今驚き。会社で撮ったってことですよね。ですね。ズボってくるの大きいですね、うん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 、いいですね、素敵。あれすごいかっこいいね、うん、はい、では続いて、重心化したベルゼブブの PV ご覧ください、はい。で、こちら重心化したベルゼブブの魔界の王というコンセプトに合わせて世界観を表現しましたと、はいはいはい、なるほどなるほど。赤黒い闇に包まれた魔界の世界の中でセリフを放つベルゼブブとその手下のデーモンたちの細かな動きに注目です、うん、なるほどなるほど。我が名はベルゼブブ、魔界の王にして世界の破壊者である。
続いては、年末スペシャルガチャの PV ご覧ください、うん。はい、ということでこちらはですね、大晦日限定で開催されたオールスター感謝ガチャ、はい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 、あとカウントダウン劇重心祭、この2つのイベントを紹介する映像として制作しました。でイベントのスペシャル感を感じてもらうために、うん、ラグジュアリーなキラキラしたエフェクトを多く盛り込んでいると。もうラグジュアリーなキラキラしたエフェクト、はははは。で BG も映像に合わせてリズミカルなイメージで制作しています。確かにリズミカルでした、うんうん。キャラ絵も全て細かく動かしていて、うん、登場するキャラに躍動感に注目と。確かに細かく動いてたで私ラグジュアリーなキラキラしたエフェクト見たいんだけど、ね、じゃあもうそこで見ましょうか。ちょっと分かる。あ、もうこの？あ、もうここの時点でもうラグジュアリーでキラキラ？キラキラはしてる、確かに。あ、こう、これね。なんかずっとラグ。あ、でも確かに。確かにね、なんかこうね。はい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 。言いたいことはわかる。シャンパン的なやつですよね。あのね。あ、でも確かに。綺麗なシャンパンのやつですよね。シャンパンのやつ。うん、イメージ的には確かにラグジュアリー。うん。で、すごい確かに光が綺麗だね。そう、あとこうね、こう。ベートーベンとかもそうなんです。こう髪の毛の動きとかも綺麗にこうね。確かにね。綺麗。ウィンクしてますからね。なんやったらそうだもんね。ウィンクしてるね。ウィンクしてますよ。そういうとこ面白いね。そうですね。はい。はい、はい、ということで続いては、超女子祭限定で登場した、はい、マナ。マナですね。はい、ということで、まず神化のシーンでは、はい、アニメでのマナアニマのシーンをまさに再現すべく、うんうん、背景に再生の塔や赤い月を盛り込んで表現しています。はい。鎌で空を切り裂く演出の躍動感に注目してほしい。おお、そこが注目ポイント、はい。そして進化の方はですね、天使の姿をしたマナの優しさをイメージした光り輝く天空を表現していると、うん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 。アニメに登場するマナの魔法陣攻撃をイメージして、マナの上部に魔法陣の演出を加えています。柔らかな羽の腕の動きにも注目してほしいと。なるほど。これさ、こうアニメのシーンがバンバン入ってきてさ、アニメのシーンが入ってきてあのそのマナアニマが出てきた瞬間あるじゃないですか、うん、アニメやと思って最初動きが綺麗すぎて、綺麗すぎてね、わかる。はい、そして続いてはお正月のね、うん、ガチャの方の PV をお願いします、はい。お正月仕様のイラストにフォーカスして、うん、お正月雰囲気を十二分に感じてもらえるような映像を制作したと、はい、いうことで、背景はそのキャラへのイラストに合わせて初詣の出店などお正月ならではのものをたくさん盛り込んでいます。そうですね。パンドラ神化のシーンでは羽子板の羽となった絶望くんが叩かれて画面に叩きつけられてしまいますが、はい、ビターンってね、はいはい、その時に出す可愛い声を聞いてほしいと。おお、そこなんすね。キューキュー、一番聞いてほしかったのはこのキューキューキューっていうところなんですね。もっとすごい声いっぱいあったと思うんだけどな。いや、やっぱなんだな、この可愛さに多分制作者も確かに、あ、可愛いと思いながら作ってた。可愛いと思いながら。はい、そして続いては、爆絶をですね、うん、全部まとめたような PV でございます。かっこいいやつですね、はい。爆絶なる者たちが勢ぞろいしたスペシャルムービーです、うん。理想郷の高校生シリーズはすでにいくつか PV を公開しているのですが、はい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 、今回は高校生から爆絶モンスターへの変身というテーマで新たに制作しました。確かにそういうストーリーがあるのか。特に PV 初登場となるアルカディアは、うんうん、シューティングゲーム風の進化演出などこだわって作っているので、ぜひ見ていただきたいと。なるほど。ということでございます。見たんですね。へー。で、後半の週末の扉シリーズでは、うん、ゲームに初登場したエスカトロジーのシーンに注力しましたと。お、中でも特にこだわった部分は進化前の美しい足組み。足組みね、あのシーンね。そうできないけど、はい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 、あのシーンね。はい、はい、実はこの PV のナレーションは爆絶キャラクターたちを代表してあの女の子にお願いしました。あの女の子ね。皆さん気づいたでしょうかと。確かに確かに。大地はどんどん崩壊していくよ。天の裁きは下された。絶望を抱いて滅ぼ。極限の戦いに挑め。モンスターストライクに組む。さあ誰でしょうねこれ。いやもう前がもう一発目にポーンってきますからね。爆絶、その力を宿した爆絶級の高校生たち。ここからね、ここからね、それぞれの思いに、アルカディアのそのストライカーの前に立ちはだかる演出が、ほう、ここが、ああ、
なるほどね。ふわーっとね。そう、しかも今の綺麗にうまいことスマホの方に持っていく。うまいな。これすごい展開がいいよね。展開がいい。こことか特に好き、この。ああ、これかっこいいな、ね。ここで落ちていくこの表現。ね、これ綺麗ですね。で、こっからの漫画よ。つながってんもんな。すごいよ。素晴らしいな。この勢ぞろい感もかっこいいな。ね。そして。で、ここからですよ。幕を開けた。はい。足組みに注目ですよね。そうです、そうです。週末。世界よ、炎に包まれて滅んじまいな。うーん、かっこいい。だん。急がないと、大地はどんどん崩壊していく。すごく細かいよね、これ。いや、細かいですよ、これ。さあ、来るよ。はい。ここね。組むんだ。組むんですよね。最初から組んでたのかと思った。組む瞬間を。組む瞬間なんだ。確かにそれは難しいですよ。足組みってこうね、なんか難しいですもんね。一番僕でも一番本当に僕一個人の注目してほしいのは、一個人のあのアルマゲドンのなんていうんですか、光の玉を上に上げて下に下ろすんですよ。うんうん、その瞬間ちょっと目がこうやって動くんですよ。嘘。それすごくないですか。だってちょっと動くんですよ。そのそいつに合わせて目が動くんですよ。いや、それすごいこだわりだなと思って。めちゃくちゃ見てるね。はい、ということでね、うん、今回もたくさん見てきましたけど、はい、こう注目ポイントを聞きながら見ると、うん、面白いですね。そうですね、新しい発見がありますね。うんうんうん、はい、となっております、はい。ということで最後はですね、うん、最新の PV を。これは上がりますね。これもテンション上がりますね。はい、はい、ご覧いただきながらお別れとなります。はい、ではご覧ください。登録してくれよな。見てくれよな。あれ、あれ。